はいどうもこんにちは、レッチです。さあ今回は投資動画で分析系第3弾というところでね、バフェットコードさんを使ってまたね日本株を探していこうかなと。でテラスカイというね会社の決算を見ていった時にこのバフェットコードさんをね使ってこう PR の指標とかね見たんですけど、このバフェットコードさんですね、ログインしなくても使えるっていうツールで、以前使った銘柄スカウターっていうのは、こう、証券口座を作ってログインしないと使えないんで、ちょっとね、めんどくさかったりするんですけど、ここは例えばこう、銘柄名スペースバフェットコードってやるとすぐ飛べるんで、愛用してるとこで、ログインもね、できるんですけど、ログインなしで使ってみようかなと。右上ログインしてないですね。ログインすると機能増えたりね、有料プランで機能増えますけど、無料でもこんだけできるんだぞっていうので、まずちょっと最近の新機能を見ておきますか。スライド検索というね、この左下にあるんですけど、ここからですね、こう企業の棒グラフとか、ミルフィーユとかね、その決算資料のグラフの見せ方っていうのがこうやって検索できます。で、今後この機能をね、拡張するみたいですけど、もっと見やすくなったりとかね、これなんかね、グラフ作成のお手本にできたりとか、あるいは普通に調べることで、この企業の何ページ目とかわかるんで、アクセスしやすくなったりするんでね、この辺はかなりいい機能だなっていうので、このスライド検索に関しては他あるんですかね。なんかキーワード拾ってってのあると思うんですけど、一覧で表示するのはここくらいじゃないかなっていうのでね、すごいね、開発力もアイディアも素晴らしいなと思うんですけど、さあ今回使っていくのは条件検索です。銘柄スカウトでもやっていきましたけども、今回またねちょっと趣を変えていきましょうか。で、銘柄スカウターの方にはですね、なんか日本株に PSR っていう指標がないんですよね。見た感じなかったんで、ちょっと PSR を使っていきます。PSR 回与ですね。で、この PSR というのはですね、時価総額に対する売上の倍率ですね。例えば、時価総額1000億円で売上500億円なら PSR は2倍と。1000億に対して500億。500億の2倍だね。なので、2倍になるって感じで。成長企業、売上が伸びてるけど利益が出てない企業っていうのは PR じゃ、ROIC じゃ見つからないわけですね。それを見つけたいでなったら、こう PSR を例えばじゃあ3倍以下にしようかな。これ例えば、売上が300億円なら時価総額が900億より下だという企業ですね。で、これだけだと、成長してない企業見つかっちゃうんで、売上成長を見ていくと。売上、これですね。売上 CAGR5 です。5年間売上が毎年何パーセント伸びてるか、30% ですよ。こうすると、売上が毎年 30% 伸びてて、PSR が3倍以下と。で、毎年 30% 伸びてると、だいたい3年で倍になるイメージですかね。倍を超えるイメージかな。なので、かなり PSR 低めだと思うわけですね。検索しましょうか、じゃあ。さあ、見つかりました。ページ数は1です。1ページ50銘柄なんで、45件ですね。かなり絞れました。ちょっと軽く見ていきますか。そんなにね、いっぱい見ていけないですけど。あと、バフェットコードの使い方もね、軽く見ていこうと思うんで、1銘柄あたり長くなっちゃうと思うんですけど、めっちゃサクサクいきますか。じゃあ、どれにしようかな。時価総額100億円以上がいいです、個人的に。今回時価総額は相当してないんで、20億から1600億までありますね。そうですね。100億円以上。アクリートより上だと。じゃあアクリートにしましょうか。ちょうど分岐点なんで。さあ、アクリート。SMS 配信代行サービスで認証系だと。私最近認証系よく見てるんで、銘柄としては知ってますね。で、これこんな感じで、こう1ページにある情報量は銘柄スカウターより多いと思います。上からね、株価、時価総額、こう PR、これコンセンサスですね、C は。コンセンサスなので、どこで見ればわかるんだろう。会社予想しかないですけど、多分一緒なのかな。会社予想が括弧会で、コンセンサスは例えばプロとかが出してるものですね。で、ROE が 51%、めっちゃ高いですね。ここね。ROE は15%かな。人によって10%か 15% か。より高ければ OK みたいな感じですね。もっと高い人は 30% とかも取れますけど、2桁欲しいよねってものですね。で、自己資本比率が 33%。で、低いよねと。で、配当利回り。とか、1年の株価の高値、安値。今、1850円ですけど、高値が4000円で、安値が1000円くらいというところで、ど真ん中ぐらいにいますね。高くも安くもないみたいな状況で。
いろいろ、まあ、PBR、PSR、ロイックとか、決算の月ですね。だから見れますね。あと、ペグレーションも見れます。0.2 倍。で、こう、業績もこう、バーっと見れまして、17年から23年12月期。まあ、こっからの予想とか、見れる感じで。で、さらに下に行くと、こうね、EPS、BPS。まあ、この企業の積み上げですね。利益が積み上がってるか、とか、まあ、その資産が積み上がってるかとか。で、配当はどういう推移だとかね。あと、健全性。ちなみに自己資本比率は、2020年12月期は 77% あったみたいですけど、59、33とめっちゃ下がってますね。これに関してもちょっと見れると思うんで、軽く見ようと思いますけど。で、セグメント売上見れます。これ、銘柄スカーターだと2ページ目かな。別ページで用意してあるものなんですけど、これ、例えばドメスティックマネージングサービスがメイン。利益に関しても100%がそこだというところで、このオーバーシーズメッセージングサービスかな。これは利益がないので、多分成長中の事業だろうと分かるわけですね。で、この事業内容がこれ、結構長いんです、開くと。まあ、いろいろね、見れます、ここで。業績。これ文字とかで、まあ、一応グラフも中にあると思うんですけど、いろいろね、見ることができるんで、この会社の詳細がこのページ内にあるのは結構いいかなと思ってます。ページ動画あんましなくていいと。で、さらに株価の推移もここにありまして、より詳細なページもありますけど、1年分あるんで、例えば、高値4000円ここなんだな、で、安値は、あ、去年なんだなと。だからこう高値つけてる方が最近なんで、安値1000円はいかないんじゃないかなみたいな見方が軽く見れますね。で、この PR の推移も見れますね、同時に。だこの1ページにかなりまとまってるんで、かなりいい感じかなと。で、その他の情報も見れますけど、まあ、この辺はグラフとかで見た方がいいと思うん で、ちなみにさらに下に行くと類似企業が出ています。ベクトルとか、ベクトルはどうだね、類似なのかな。競合ではないと思うんですけど、まあ、これタグとかですね、配信とかが多分、あるのかな、配信認証とか、まあ、こう特徴語で合わさってね、類似企業が見つかったりもするんで、この辺はね、新しい銘柄の発掘に使えたりもするという感じで。それでは次ちょっとね、業績を見ていきましょう。まあ、投資するんであればここ見ないといけないんですけど、まず PSR が、そうだね、見とかないと。調べ方的に PSR が3倍以下、1.5 倍、OK と。で、売上成長は 53% なので、毎年 53% 伸びてるという計算ですけど、毎年伸びてるというかは、急激に伸びてるってイメージが近いかなという感じですね。で、それを踏まえた上で業績を見ていくと。で、これ見ていくのは、まあ、自己資本とかですかね。まず、売上推移が20年から23年予想までありまして、まあ、予想なんでね、利益率ではないですけど、粗利率が39、40、37と一定に近いと。営業利益率が19、16、18と。ただ予想15なんで利益率は下がってくるので、粗利率も下がってくるかなと。いうことが見れるんで、だ売上増えるけど利益が減るというフェーズに入ってるというところで、投資家は今利益を求めてるんで、若干そこが株価下落要因なのかなと思えるわけですね。次、例えばですけども、自己資本見たいと。だどうしてこんな急激に伸びてるかっていうのを分析していきたいんで、文字じゃなくてまず、こうグラフというか数字から見ていきたいなというところで、急激に伸びたのは22年ですね。で、21年の負債と20年の負債がだいぶ違うので、この負債がめっちゃ増えてるというところで、投資をしたと。で、固定資産もかなり増えてるんで、増えてるので、固定資産に行った、つまり今投資をしたわけですね。設備投資とかして、まあ、一気にこう売り上げを伸ばした感じかな。だから、資産増えてっているんで、まあ、うまく伸びてはいるんだろうと思うんですけど、例えば負債が21と16合わせて 40% くらい。まあ、40% いかないくらいだったところが、30と25で 55% まで増えてるんで、負債の比率は高まっていると。利益上級の比率は下がってるんで、自己資本がちょっと減ってるというところが見れるんで、これ見ますと、例えば20年から22年で言うと、自己資本が1248、これは12億かな。12億、16億、16億で、ここ21年でめっちゃこれ増えてますけど、自己資本が増えてないというところで、有利子負債が3億から13億まで増えてるっぽいですね。なんで、この総資産は負債も含むので、総資産は27億から49億増えてるんですけど、現預金もそんなにでもそこまで増えてなくて、負債が増えてるというところで、自己資本が増えてない。これが ROE が高まっている要因だろうと簡単に見れるわけですね。キャッシュフローを簡単に見ていくと、これフリーキャッシュフローは、まあ、黒字かどうかが分かるんですが、まあ、投資キャッシュフローをしっかり出してると。マイナス464、471、4億かな。
出してて、で財務キャッシュフローも、まあ、これ黒字っていうのはお金借りてるわけですね。財務キャッシュフローをうまく投資に回してるような感じとも見れますね。ただ営業キャッシュフローは黒字なんで、こっからでも投資できると思うんですけどね、まあ、どっかでそのさっきやった負債を返すフェーズになると思われるんですけど、今は営業キャッシュフローも負債も増えながらやってるような段階と見れますかね。でも結構でも財務キャッシュフロー少ないんで、どうでしょうね、返してはいないのかな、まあいないか。で最後ですけど、ROE が上がってる要因ですね。これ 19% が 20% 以下で推移してましたね。これ財務レバレッジとともに上がっています。財務レバレッジは自己資本が少ない、まあ、他人資本が多いっていうわけなんで、その債務が多いと財務レバレッジ上がるわけです。でその財務レバレッジが上がることによって ROE もともに上がっていると、まあ、当然利益も増えてるんで ROE は上がるはずなんですけど、まあ、自己資本が減るあるいは増えてないことによってよりそれがね増えて見えると。例えばこれで自己資本が増えながら利益がそんなに伸びない場合 ROE は下がってしまうので、まあここはどうなるかなって感じですね。ここは多分51は高すぎると思うんで、まあこの辺の財務レバレッジがかなり効いてるというところで、まあレバレッジ系的なね、ところであると思うんですけど、まあ負債が増えてるっていう感じで、まあここは評価投資家によって分かれると思うんですけど、まあ挑戦してるような状況ですよね。なんでまあこれ、ROE は19、18、50と増えてますけども、ROA は15、11、17とそんなに増えてなくて、で、ロイカ19、16、26で、ロイカ増えてるんで、まあ、その投下資本の利益率は1っぽいので、まあ、利益はしっかり伸びてることは間違いないんですけど、この ROE ほどバカみたいに上がってないので、当然ね、ここから下がる可能性はあると。ROE に関しては。この需要指標は、ROA か ROIC、これがね、高いまま維持できるかが、今後の注目点かなと思いますね。さあ、こんな感じでね、こう軽く分析できるので、こういうのを繰り返していくと、面白そうな業種ありますね。それで次行きますか。あんな感じで見ていくと。で今喋ってましたけどね、喋らなければもっと早く見えるんで、あれを見て、まあ、まあ、自己資本が下がり続けてるんなら、アプリとかね、軽く見ますけど、下がり続けてるんなら、これ赤字ですよね。まあ、赤字はもう出せないって感じかな。赤字を出し続けると自己資本は減っていくというか、まあ、他人資本に頼らざるを得なくなるか、まあ、増資するかしかないんで、まあ、低すぎると増資の可能性があるんでね、危ないかなって思うけど、アプリも 30% で、PSR が2倍とかかなり低めですね。PSR にこう3倍以下にしたんですけど、売上が伸びてこれば、利益がうまく積み上がればね、PR も一気に下がるだろうっていう見方ができるんで、使ってるわけですね。だからこの探し方の場合、将来的に PR が下がると思われる銘柄を見つけたいので、アクリと若干違いましたね。もう安いという感じで。あれに関してはうまく分析できればすぐに投資できると思うんですけど、こう、アプリとかが今回探すのに近いかな。PR89 倍で、まあ、売上が先行して伸びてると。で、利益はこっからって感じですね。ちなみに、これ会社予想とコンセンサスがだいぶ違うんで、これ株価がね、急変動する要因ですかね。会社予想通りに出してくると、株が急落するって感じかな。コンセンサスが強めだと。いうのがアプリですかね。でちなみに前の分析でも出てきた LTS、今回も出てきてますね。売上が35%伸びてて、利益も一応伸びてる。で、PR21 倍の PSR が 0.9 倍と。まあ、1倍いってないわけですね。まあ、当然、負債を増やしながらやるような企業だと PSR 低くなりがちなんですけど、まあ、利益さえ乗ってこればね、関係なくなるんで、これはかなり安めに見えると。でさっきの軽く見ておきますが、ちなみに今 ROE 7% でしたね。で軽くセグメント見ておきますけど、まあ、プロフェッショナルサービスがメインで。プラットフォームも伸びてるんですけど、プラットフォームが今赤字ですね。まあ、これ計算資料にも書いてあったんですけども、まあ、プラットフォームが今伸びながら、どっかで利益が取れるかなっていう段階で、利益を出すとすればプロフェッショナルサービスが、まあ、今期ですかね、伸びてくるだろうと。で自己資本は今増えてますね。で、ROE が結構低めだというところですけども、まあ、さっきのパパッと見ていくと、私がよく見るのはね、一応キャッシュフローですね。営業キャッシュフローが多いかどうか。で、これ、黒字ではあるんですけど、まあ、減ってて、で、投資キャッシュフローが多いので、投資キャッシュフローと営業キャッシュフローだとマイナスになっちゃってると。で、財務キャッシュフローはマイナスだと、こう、借金を返してるとか、配当出してるとか、そんな感じになりますかね。で、黒字だと、債務が増えてるとか、何かしら、資金調達的なことをしたって感じですよね。
で、これさっきのアクリートと違って、財務レベル値が高かったところから低いところに下がってます。で、ROE も下がってますね。この場合、自己資本が増えたと見ることができますね。自己資本がめっちゃ増えてます。で、有利資産に関しても減ってるので、つまり自己資本が高まった、さっき比率で見れば分かりましたけど、自己資本の高まりとともに ROE が下がっているので、これは、利益がもっと増えれば ROE が高まるので、そっちか、あるいは財務レベル値もだいぶ低くなってるんで、まあ、投資もできそうであるんですけどね。ちょっと出ないですけど。まあ、さっきとまた違うパターンですかね。こういうのを軽く分析できるんで、この辺が面白いかなと。ラクリートとLTSという同じ伸び方をしているようにも見えるんですけど、まあ、その中身が違うみたいなことがね、パパッと見れちゃうんで、この辺はね、面白いかなって思うんですけど。じゃあ、あと1個いきましょうか。何がいいかな。まあ、じゃあ、バイセにしようかな。これ、リユース系ですね。あ、ちなみにこう上にタグがありまして、多分見てなかったですけどね。この辺もこのオーバーヘッドコードさん得意のもので、例えばこれ、どういう事業をしてるかっていうのを軽く説明するもので、出張買取っておっしゃったときに、まあ1社しかないですけど、もしかしたらその、競合とかがあるかもしれない。そういう共通的なタグもあったりするんでね。それを見つけることもできると。で、バイセルテクノロジーズは、売上が 36% 伸びてて、利益も伸びてると。で、リユース系だね。で全体見てると PSR 1.6 倍で低くて、ペグレーションは 0.6 倍と。ペグレーションを重視する場合、これかなり安く見えますね。まあ、ただ他の資本見ないといけないんですけど、まあ、自己資本もしっかりと、そんなめちゃくちゃ減らずにって感じなんで、そんな財務レベル値高まってなさそうだなみたいな感じも見えますし、配当も積み上がってるんで、配当を求める投資家も結構入ってるかもしれないとか見れます。で、株価はちょっと下がってますね。最近、こう、リユース系だとポケモンカード的なところは強かったりするし、場所によって変わるんですよね。で、バイセルに関してはちょっと弱いんですけど、上がってるとこもあるので、PR で見ても低いかもしれないと。ちょっと今回ね、さっきは見てなかったんですけど、PR 推移を見ていきましょう。まあ、この投資方法の場合はあんま PR 気にしないんで、アプリみたいなのが一番いいんですけど、まあ、3年で見るとこんな感じで、80倍、90倍の時から、その後45倍低くて、20倍。で、今が26倍なんで、結構低めなとこにあるらしいというところ見れますね。で、株価で見ると、昨年の22年、低いときでもこの辺かな。2200円のときとかだと思うんですけど、足元5000円くらいで、PR が同じくらいなんで、まだ PR が伸びるんであれば、株価かなりそこに近いんじゃないかなと見ることができますね。まあ、ただ、18倍まであるか。もうちょっと下がる可能性ありますけど、それにしても結構低めに見えるなと。まあ、来期の予想とか大事になってくると思うんですけど、結構まあ指標で見たらね、激安とまでいかないですけど、割高とは全然見れないという感じで。なんか相場の急落に合わせて巻き込まれるようであれば、この辺は欲しいですけど、まあ、決算がね、2023年の12月期なんで、来年通期決算、ちょっと時間長いかなと。まあ、中期以上の投資になってくるので、まあ、短期勢が動くと、まあ、どっちかに振りやすいかなというところでありますけど、まあ、なかなか面白い。まあ、途中で例えば情報修正的なことがあればね、上がると思うし、まあ、この辺 KPI とか呼ばれるようなね、企業特有の指標がいいかどうかとかがかかってくると思うんですけど、ポケモンカード取り扱ってますかねどうでしょう、ないかな。まあ、規模で言うと700億なんでそんなにでかくはなくて、まあ、最近トレジャーファクトリーとかめちゃくちゃ上がってましたし、まあ、でもトレジャーファクトリーとかハードオフとかね、バレンスホールディングスとかで見れば、バイコーとかもそうだけど、700億結構高いんですね、時価総額が。重いから買われてないかもしれませんね。少ない方がやっぱ上がりやすいんで、というような要因もあるかもしれませんけど、まあ、サプライズとかがあったら面白いなって感じですよね。あとは間違いなくね、指標で見たら安そうなんで、 PR が例えば20倍をね切ってこれば、もう気絶がいいかな一回買っていいんじゃないかなって思うけど、あるいはまあ去年の23倍あたりをちょっと見てみるとかもいいかもしれませんね。ここまで会社予想で見ておくのがいいと思うんですけど、まあ、こういう面白い企業見つかったりするんでね、今回 PSR で見ていきましたけど、まあ、今回こうね探した中でも利益出てるところから出てないところまであるので、例えばアプリとかであればいつ利益出るのかとか見てったり、例えばアクリートの場合はなんか財務戦略どうなってるかとか出てた方が安心できますよね。で、LTSに関しては一旦自己資本が回復してたんで、比率が回復してたので、ここはどういう風に利益を、あるいはまたレバレッジ上げるのかとか見たりできるんで、
どこがね、伸びるかはまだわからないですけど、こんな感じでね、まあ、今回 PSR と売上成長なんで、いろいろ見つかりましたけど、まあ、言うて45銘柄。この中でね、だいぶその、成長の仕方が違う企業がいっぱいあるんで、まあ、これが企業って感じですよね。まあ、前回の分析で使ったロイックとか PR に関しては、こうまあ利益が出てて、その利益がどれだけ効率的に稼がれてるかっていうのを見てたわけなんで、現時点で安いかどうかですよね。効率がいいから、こう利益が増えてる。でまだ、その、こっからも伸びていくだろう。って考えたら今安いよねって企業を探したのが前回なので、今回の場合は成長をめっちゃしてると。で、PSR が低いので、そんなめちゃくちゃこう PSR10 倍とかね、高い評価されてないと。株価がこう急激に上がる企業があるかもしんないみたいなところで、これ面白いような探し方ですね。まあ、この中だと、サイジニアとかね、エルテスとか、トレンダーズとか、サーバーワークスも結構売上先行に伸びてる企業ですかね、とか、まあ、GA テクノロジーとかね、割と見たりするんで、SRE とかもね、まあ、マクビプラントも結構上がってる、急騰してる銘柄だったりするんで、これもね、株価が、ぐん、まあ、下がってますけどね、最近、増資とか、この辺かな。この辺ですかね、株式売り出しとかのお知らせがあったりするんですけど、こう株価が急激に上がる銘柄がね、ここから見つかる可能性もあるわけなんで、こういうね、探し方もできますよと。まあ、この場合、利益がないので、めちゃくちゃね、株価が動きやすいとも思いますね。その相場の変化をめちゃくちゃ起きやすい。金利とかも起きやすいから。利益がない場合ね。なので、結構リスク高いんですけど、面白いやつが見つかればね、こっから一気に上がる可能性もあるので、そうですね、こっから見つかったやつで、例えばね、5倍とかいったら面白いなと思うんですけど、まあ、今回見た中だと、まあ、前回見つけた LTS とかはね、このロイック、前回 PR かなで出てきたやつですけど、もう PSR も高くてね、PSR も低くて売上成長してんのか、みたいな、新しい見方もできて、で、財務的にも比較的良さそうだなってわかるわけなんで、結構ちょっと確信がね、高まりましたね。まあ、まだ銘柄監修ですけど、行ってもいいかもねって思えるような銘柄もある中で、まあ、全部見てないんで、ちょっとね、軽くパッパーって全部見ていこうと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、使っていけるツールですね。まあ、当然前回使ったのはロイックとか、PR も使えるわけなんで、前回のその調べ方をもう再現してもらっても、同じような銘柄が出てくる。当然ね。まあ、その相場が動いてるんで、当てはまらなくなる銘柄もあるんですけど、まあ、結構ね、似たようなところが出てくると思うんで。まあ、こっから一応、まあ、自己資本とかね、その辺くらい見とけば、急激な変動を受けづらいかなと。まあ、キャッシュフローは良好かどうか、健全性は比較的高いか。で、こうね、セグメントをここの中で1ページ目で見れるんで、まあ、どこが今成長中かとかね、例えば成長中な事業って赤字なわけですよ。当然ですけど。あと、ま、でかくなってるかとかもありますけどね。さあ、こんな感じで、ね、使っていけるバフェットコード。まあ、探せる条件的には、銘柄スカートとあんまり変わらないんで、まあ、そのログインなしで使えるとかね、こう、銘柄スペースバフェットコードで簡単に開けるっていう点で、まあ、かなりね、使いやすい、アクセスしやすいね、ツール。で、スライド検索最初見ていったように、新しい機能とかにもね、かなり明るくて、まあ、ツイッターとかね、その、開発者の方かな、経営者の方かな、まあ、その、発信もね、よくしてて、YouTube とか動画も出してる感じなんで、割とね、こう、ユーザーフレンドリーな、まあ、方がやってるツールで、すごくね、今後にも期待できるし、まあ、いろいろね、こう、まあ、ログインとか私いつも使ってたりしますけど、まあ、使い続けたいツールの一つですね。